大人同士のガチンコトーク、大竹紳士恋有月一レギュラーの天久雅和さんです。あ、どうも天久です。よろしくお願いします。はい。本当は春奈さん初めてで、初めましてです。やっぱり曜日が違うんで、ね僕も結構やってるんですけど、もうねお会いしたの初めてで。そうなんですよ。ちょっとドキドキしてリスナーさんもなんか天久さんの話に春奈ちゃんと理解できるのかみたいなコメントがあったぐらい。はいなんか。 どういうか、え、芸人さんなんですか。いや、そうですよ。あの、僕、本業は漫画家で、漫画家さん。まあ、んど漫画書いてないんですけど。書いてないっていうこと。そうですね。まあ、いろいろ文章書いたり、イラストとかも。言ってもかるがね、前雑にバカはサイレンでなくっていうね。あ、すごいの。バカさい。バカさい。代表版のコーナーをちょっと。週刊誌をしますんで、よろしくお願いします。僕も春菜愛さん、あの。 最初にやっぱあのあややさんのめっちゃホリで、はいうん、あれ荒引き来たんでしたって。そうですズバッとってやつを。<laughs> あれ見た時き本当衝撃で。なんかお店のお客さんと喋ってるような話あのお好み焼き屋も行きましたかあ。あれがマジですか。<laughs> あじゃあ客じゃん。お客さん,じゃん。<laughs> ねえあれあややのやつってもう何年前なんですか。<laughs> もうねあれ2007年なので。え 二十五年ぐらい前、五年前ですか。<laughs> むちゃくちゃ前な,なんですね、<laughs> もう。はいうん、ああ、ね。嬉しいなー。最近あやさんって、またね。うんはい、メディアですよ、コマーシャルとか。いろいろ。ね。すごいアーティストですから、ね。はい。はい またじゃあ見れるかもしれないですね。ハルナさんのもお客さんやんやっぱり。そんなにドキドキするタイプの女じゃないから別に。なんでドキドキしてくだしてます？あちょっとしてます。本当ですか？はい。なね。美室美容外科の CM もなん生まれた時からやってるような安定感がありますよね。あの CM。いやそうですよ。板についてますよね。あれも絶好調の時の声なんですけどね。どこ見てんのよっていうのも。 竹本ピアノ級のんか長い CM って感じがしますけどででももかん昔話だね。さて今日は今日はですね「五月病」やっぱり毎年言われるじゃないですか。ま学生や新入社員などが新しい環境の変化についていけずに無気力になったり眠れなくなったりする五月病。これね 五月病対策をまあ今日考えてきたんですけど。ありがとうございます。頼まれてもないのに。甘いささんもね今ね文字をこうやって指で押さえて読むタイプなんですね。あそうなんです。私と一緒です。もう動画も結構えてるんで。そうですね。事情が違うから。事情が違うね。あそうですね。一緒だなと思った。そうですよね。でまあ五月病っていうとなんかこう。 5月を特別視してるっていうか特別に月の名前がついてる病気って5月病って言われますけど他の毎月病気あるんじゃないかと思って毎月病気あるとしたら5月病って毎月ある病気のうちの一つっていう12分の1ぐらいの軽さとして感じられるんじゃないかなと思って。なるほど だから例えばですね1月から12月までの主な症状を考えてきたんですけどまあ1月だとまあ例えばあの正月ボケですよねまあ正月が抜けきれないっていう僕毎年いかに正月を延ばすかっていう。 あの諦めたらそこで正月終了だよっていうキャンペーンをやって。だいたい2月か3月ぐらいまで正月引っ張ろう。なげな。どれぐらいまで引っ張ったんですか。最後今日ゴールデンウィークまで行きましたよ。なんか。明日からゴールデンウィークか。それまで正月うん。ね。でもそれもやっぱよそから見たら、ちょっと病気なんじゃないかみたいな。まあね。まあどんな名前つけるんですか。まあ、あの正月。分 病ですね。正月病、こたつ病とかっていうふうなって、こたつ抜け出せない病ですかね。こたつ抜け出せない病ね。なるほど。え、ゴールデンウィークまでこたつあるんだ。でも自分との戦いですよね。いつこたつから抜け出すか。電気入れないなんか冷たいこたつも途中から気持ちよくなってきますからね。ああ。 ありますよね温かくなってそうだ日陰になって日陰になってちょっと冷房じゃないですけどちょっと涼しく感じる瞬間もねちょっとあのコタツに走れた時ヒヤッとしてない数値入ってないじゃないかでもこれ案外と気持ちいいぞ時もありますから細かいけどでもね正月はみんな休んでるからいいけどみんな動き出した時にあちょっとやばい動かなあかんっていう気持ちになりません

眠病4月は花粉症とあと新学期が始まるプレッシャーこれ5月病よりどっちかっていうと4月病の人が多いんじゃないかなと思うぐらいなんですけど新しい職場1年生クラスもね変わるとねそうですよ全然ね咳がやあったりとかねそうかもね本当だから4月病なんですよ大体の人が高るのが。 5月病があって月月病病はって何4月1か月勤めてるとちょっともう疲れてきちゃったみたいなこと言うのそうじゃない本んかある程度仕事に期待とか夢持って入ってちょっと働いてゴールデンウィークも過ぎた頃にの一言で言うと「表たんとちゃう病」なんですよ。 もうちょっと今世の中でこんな風になっていこうと思っているのに現実は。 そう結構厳しかったり、自分と考えてた方向と違ってたり、仕事がね、それでちょっと憂鬱になる。なるほど。あの五月だけで、さつきみどりさん思い浮かべません?。私だけ?。お前だけ。私だけですか?。さつきみどりさんとそっくりになる病気なんですよね。月すいません、乗ってくれたのに。変な乗り方。しちゃっ足ぐにゃくなっちゃっ今五月病再定義したんです。新しい五月病はさつきみどりさんになる。 暑のすごいおしになるっていう。い。やなるほどね。六月は六月はもうジメジメして鬱陶しい病ですね。うん。はい。うっしい病。はい。自分がカビになっちゃったみたいな気持ちになる。そうですね。あの風呂にもね。青カビ。青青カビ病。すごいカビ。青カビ病。クセ毛もちょっと広がったりね。クセ毛？うん広がるんですよねチリチリちょっとね。カビねまとまらない病ですよね。 そうですね私ちょっと根元がね、うん、うねったりするんですけど、うん、もう雨の時期はもう後ろなんか知らなかった、うんうん、まっすぐだと思ってたら後ろにすごい癖あって、うんはい、テレビを見て自分の後ろ姿初めて見た時にあ,<ー>あっ癖だって分かったんですよ。 テレビにるまでからなしかもエレベーターに乗るとエレベーターの中モニターがあって自分の後頭部がもろ映るエレベーターだなあれ軽快だなこれ何が上から撮っててエレベーターでぼっち見てるところそれ見てたらなんか撮られてるぞと思って。 この後部の真後ろからそれが目の前の上の方にモニターになってて自分って誰みたいな誰これみたいな俺たちがやめてそうそうそうあれ俺なんかなんだなんなんか不愉快なんだよな前は面白いねえ何月まで行ったっけ六月ですね七月 7月はあの女性の方がなりやすいあの水着になるから痩せなきゃみたいなそういう痩せなきゃいけない病をまさにでももう間際なんですよねできること限られるんですよこの月に悩んでもねしょうがないんですよねでも結構その本当にこう今年の水着何にしようみたいなって毎年思われますいや 思ってたた時もありましうわこんなん着ようとかちょっとひもびきにしようとか横ねいろいろどんどんどうやってもう上から羽織ろうとか羽織り物を考える時期になってきたりね昔はビきニにでもねピンとね砂浜で立ってね椅子にもねちょっと腰掛けたできたんですけど今はちょっとね今の話は20年前の話だ今はねまっすぐ立つかもうすぐペタッと横になるかどっちかしないと思う <laughs> おなかのとこ切になって。<laughs> <laughs> <laughs> トドみたいに横になって、もう横にすぐ寝るか立ったりしないともう座ったりなんかした時にはも中回りバスタオクなんかでき前鏡じゃダメだろ。前鏡みんなそんな広いな足に挟み込んでパッと投げますよもう。いろいろ考えるんですよ。あの水着でハイヒールみたいなことあったわけ。ありましたよ。そんなことしてたのコンテスト。不思議だよね水着でハイヒールが俺。でもあの足長く見えるからね逆に だろうけど、コンテストなんかみんなそうじゃん。本当なんかカーレースのね、あのレースクイーン。本当パラソル持って、ハイヒールで水着。よくある。車に寝そべってって。の うん。んなか全く関係のないもの取り合わせ確かにあれがすごい関係ないですねパラソルもねあれがちょっとエロいんでしょなんか必要から生まれたんだろうねいやそういうのがね理由はあるんですかね元 GP なんかでね、カメラパーって回していくとそのカメラでレーサーよりもその横にいるクイーンの方に焦点が当たってるカメラたくさんあるよね私やってたんですよ イトでそれの時もやっぱり皆さん私はその時春代ってあんまり知らない時代だったのでみんなカメラ小僧が小僧ってもう撮ってくれました嬉しかった僧小っ子が小僧っが小僧ってもう私のどこ撮ってるんだろうと思って気になって見せてほしいな一回写真と思ったんですけどねまあでも夢壊れあでもその中でおじさんなんかもたくさんいたわけすごいですよカメラの方こっちごい高いカメラ持ってるようなすごい望遠なので。 すすごいいでよね武器みたもう2 0ンチも3 0ンチもあるやつで近場で意味わかんないんだけどやっぱねお年寄りになるとあのやっぱこのカメラ望遠のでっかいので花をきれいに撮るみたいな方向に行くじゃないですかあれあちょっと話しとれるんですけどなんでだろうと思ったんですけど。 ちょっと深い話になるんですけれど性欲って多分いくら年取っても基本量は変わらないんじゃないかなと思ってでも発散する方法がやっぱりこう機能が衰えてくるからどんどん違うんか代用っていうか違うもので快楽を得ようとして欲はななくらんで満たそうかって時にこんなでっかいんでレンズでかって時にこんなでっかいで ちっちゃい花とかレースクイーンを狙うっていうああまり静かになってます。レンズのなんか何ですか長さとかそういうことなんです。かあの長玉なんだそれじゃチンポ子みたいなもんか。じゃはっきり遠回しに今まで行ってきた。私でもお母さんの友達のおじさんにあのおしどりをキラボ遠鏡で撮ってまた写真もらったんですけどどういう気持ちで受け取ればいいんですかそれ。 本人自覚がないんでやっぱり綺麗な写真撮れたのが嬉しいみたいなのが人持ってもらいたいとでも本人にしてみればね俺はもう花撮ってんだからさみたいな気持ちもあると思うけどねちょっとんかお色気のお話ですね。なの話とあと今日ちょっと話したいなと思ってたことがあってガム あれをあのこの間、うん、荷造りする時段ボールガムテープ止めてたんですよはい、はい、そしたら肘がペットボトル倒して水浸しになっちゃってうん、うん、しょうがねえなと思ってテーブルにあったガムテープの穴にペットボトルポンと中に入れたんですよむちゃくちゃしっくりきて <laughs> でガムテープってちょっとあの側面も粘着力あるから安定してるんですよね。で <laughs> あのガムテープ自体は気づいてなかった。うん、あのドリンクホルダーとしての能力。うん、それは僕が見つけてやったんですよね。うんうん、<laughs> すごい。うん、すごい熱が伝わってます。す熱はすごい伝わってます。こんなドリンクホルダー見たことない。<laughs> そうなんですよ。だ、<laughs> この安定感。うん <laughs> ダムテープってそっちじゃんと思ってそっちじゃないです一応ダボール止めたりするのが大事ですよ <laughs> 面白いなういういだいたいわかりました水こぼす前にな 気づいとけばね、スポットを触ってた。ね私、初めてなのに、山下さんの、大体分かりました。本当、言いたいのは、自分の本当の才能って、人が見つけてくれるっていう、いい話にしようと思って、持ってきました。 最高。はい、うん、ありがとうございました。お前が見つけたからね。そうですね。<laughs> お前見つけたんだけど、お前なんでそんな上から目線ないやいや、なんかまさその。大体 <laughs> わかりました。うん、あなたのおっしゃりたいこと,と。なんか上から見れる人だなと思いました、ね。<laughs> <laughs> 光栄です。<laughs> ありがとうございます。月一レギュラーの天海さままさかずさんでした、えー。明日金曜日は経済学者の金子マサルさんです。ありがとうございました。はい。